桜を選ぶというなら俺が相手をしてやる。言っとくが俺は強いぜ。走れ走れ、一生懸命走れ。さ秀康殿、心配せずとも太后様の第五の花見さぞや盛大なものになるであろう。よかった、生きてるな。どうして お前、桜は燃やせたのかよ。あんなもん、後でどうにでもなる。バカ、それじゃお前何のためにここに来たんだ。大体、なんで俺なんかを助けた。おめえ、あんなところで死んでる場合じゃないだろ。バカ野郎。今日は目前だ。今日はこの宿で休むとしようや。歩きっぱなしでヘトヘトだ。しかし
宗則のおかげではっきりしたな、美濃吉。大子の花見、着々と準備は進んでるみてえだぜ。桜狩りも大して意味はなかった。やはり直接秀吉を撃つ以外方法はないのでござろうな。遅かれ早かれこうなっていたさ。伏見城に乗り込んで果たして秀吉を撃てるでござろうか。やってみるさ。せめて秀吉に一泡吹かせて死んでやる。宗紀殿、なーに辛気くせえ顔してんだ。青鬼美濃ちゃん、辛気くせえとか言うな。あんまり深刻に考えんなって。大吾の花見だかなんだか知らねえけどさ、俺は宗則狙い、お前は秀吉狙いで、そんな計画ぶっ潰してやりゃいいんだよ。気楽でいいですな、あなたは。でござるか。宗紀殿、何用でござるか。